はい、ということでね、ちょっと改善を試みてみたんですけど、どうですかね。あれ、平行にならないな。これで平行にはなるな。まあ、こんな感じでどうですかね、ということで。ちょっと今、うどんのコーナーによって、とりあえずね、かさ増しできるやつ。まあ、ちょうどね、良さげなのがあったんですけど、逆にちょっと高すぎるかなっていう気もしますけどね。あとは音がどれぐらい入るかなんですよね。とりあえずこれでね、行ってみようかなと思います。で、これね、うどんの駅ね、行こうかなと思ってね、今ね、ちょっと確認してみたんですけどね、なんかね、これ車で入りやんのかな？なんか前のところがね、工事やってるみたいですしね、なんかね、入れる道がわかんないんですよね。一応すぐ裏手にあるにもあるらしいんですけどね、ちょうどね、画面のね、右側のところにね、あるのはあるらしいんですけど、これ。駅舎は反対側なのかな？いや、出入り口が来るな。これはどういうことなのか。確かに前に道あるけど、全然車が入れるような太さじゃないんですよね。ここのね、駐車場がね、だらっぴよかったらね、ちょっと止めて、止めさせてもらって、チャラッと取らせてもらおうかなと思うところですけど、あんまりね、広くもなくて、結構駐車場ももう埋まってますんでね、私もね、早く出さないといけませんので、ちょっと曲がってみてみる？そこに映ってるね、プチールさんって、画面で見えるかな。ベーカリーの横ら辺にドーム出入り口があるみたいなんですけどね。撮影のテストも兼ねて、行ってみようと思いますけど。そう、シンクに止めれたらね、全然苦労もないですね。これね、渡良瀬温泉ってね、今、白いと映ったと思いますけど。もうね、温泉にも入れるし、いいんですけど、全部ね、和歌山なんですよね。ってことで、なんとか今回のルールの範囲でやろうと思うと、なかなかこれ大変ですね。もうすぐ目の前らしいんですけどね。これか。ああ。これ、駅前に入れる方法か。なるほどな。これは厳しいな。よいしょ。こんなとこにあるんですね。気候庁の役場ってこんなとこでしたっけ。気候庁の役場かな。うどんの体育館って言ってる。体育館と確か横に、そうですね、あそこが役場だったんですね。で、そこがうどんの郵便局。赤い車が映ってますね。赤車がちらりと映っとるかな。看板は映ってますよね。ここも一応集配局ですよね。ここは特定集配局になるのかな。規模としては相当小さいはずですし、三重県で一番南でね、集配業務を行っているところのはずです。厄介なのが新宮根町の川を渡ってね、一つなんですけど、多分、うどんの金出して新宮に届く郵パックとか郵便物は一回四日市まで全部登ってね、でそこから、新宮、神宮、
熱田神宮のね前にある、郵便局に行って、そこから大阪に渡って、大阪から和歌山経由で、ぐるーっと回って、届くはずです。まあ、こういえば県境あるあるといえばあるあるなんですけど、特にここはね西日本と東海支社とね、関西支社の、入り組むところなんでね、より、厄介なことになりやすくなるというね。でぐるっと戻ってきました。山崎ショップがあって、ここから入れるのかな、これ駅なのかな、ここ違うな、駅前が駅前みたいなんですけどね、ここよいしょ、こっちか、ここ駅前なのかな、はあ、ここみたいですね、よいしょ、ということで、ちょっとね、撮っていこうと思います。一応これがね、三重県の一番南の駅ということでね、うどんの駅。駅の字が、旧字。わざわざ旧字で作ってるのも面白いですね。この辺りそういう駅多いですよね。なんか、駅舎はこんな感じで、まあ特に、売ってもないですからね、運賃表だけ乗っ取ってって感じですよね。頭の駅行ったらね、もう確か駅の字が旧字になってます。200円で行けるんですね。熊野までは330円で、新宮まで190円ですかね。それはもう断然新宮に行きますよね、ということですね。で、まあ電車もこんな感じでね、もう普通列車しかないんで、なかなかあれですけど、まあ異彩を放つのは、この辺りに走ってる亀山駅とかですよね。最後、23時10分に熊野市駅なんてのもあるんですね。一応結構遅くまで、熊野までは行けるんですね。さすがに城内は入りません。ちょっとね、今回はね、勝てませんからね。特急南紀はでも新宮からね、熊野市まで止まりませんからね、ここは、外されますよってことで、さあ、一応最南端の駅、こんな感じってことで、まあ、駅名表とかもね、切符も何も売ってないですからね、もう今は、昔は友人でね、売ってたんでしょうけどね、駐輪場なんかもありますね、駐車場、ここは駅の駐車場なんか多分違いますよね。一応三重県最南端ですね。JR 東海の多分一番南でもあるのかな。新宮に行くとも JR 西日本のね、管轄駅ですからね。まあこんな感じですよ、という感じですね。まあ列車もまだまだ来ないでしょうし。あ、でも結構、駅前綺麗ですね。電車置き場も駐輪場もわざわざ、だんだんで置けるようなあれになってるんですね。あのぐちゃぐちゃになる、風でね、バタバタ倒れやんようよね。